辰ツミアカ1982年8月2日大は関西基因所属の囲碁女流騎士。埼玉県出身。囲碁愛好家で高校教師の父に教えられ、物心がつく前から囲碁を始める。父は、その後2002年より囲碁教室を経営している。小学2年生から緑星囲碁学園に通い、実力をつける。1993年。 アゲオ市立中央小学校5年で第14回全国少年少女囲碁大会4位入賞。翌1994年6年生で出場した第15回全国少年少女囲碁大会では決勝戦で大橋拓文を下し優勝。初の女子の優勝者となる。1996年アゲオ市立東中学校1年時に出場した第16回全国。 少年少女囲碁大会では、山森忠直に敗れ、5位に入賞。その後に本期員制となる。1997年、騎士採用試験で本選には残るも、最下位に終わる。1998年、騎士採用試験では、予選落ちに終わる。女流騎士採用試験で、高田ダ子、キコ、福岡イラに次ぐ4位で入団ならず。1999年、騎士採用試験では、 本戦17位に終わる。女流騎士採用試験で、万波かな、渋沢町子の辞典の3位で入団できず。2000年、騎士採用試験では、山田真嗣上田隆史、地区清雄の辞典の4位に終わる。女流騎士採用試験では3位に終わり、入団できず。17歳の陰性年齢制限で大会し、以後から遠ざかる。2002年、 日本大学芸術学部美術学科に入学し、第1回全日本学生王座戦に出場し3位となる。準決勝で対局した東京大学の長尾、健太郎は、開成高校時代、国際数学オリンピック金メダルの受賞歴があり、後年数学者になるも創生。2003年、前日学生王座戦並びに、世界学生王座戦に出場により、 再度囲碁会へ戻り女流騎士採用試験を受けるも、入団した、向井千明、奥田綾に次ぐ3位で入団ならず。2004年、冬季騎士採用試験に臨み、外来予選は突破するものの合同予選で敗退し、本戦に残れず。女流騎士採用試験では、向井香織の時点である2位に終わる。2005年、全日本女流甘い五選手権で優勝。 朝日甘い子実決戦で8位に入賞し、女流騎士採用試験に臨むも3位に終わる。2006年、女流騎士採用試験に臨むも4位に終わる。2007年3月、全日本女流甘い子選手権で再度優勝。6月、関西騎、日本騎員の騎士採用試験で1回。 女流棋士採用試験で3回の辞典に終わるなど、日本棋院でのプロ入りはならなかったが、関西棋院でプロ入りを果たした。入団後1年間は、女流棋戦のみに参加棋戦を絞られていたが、その間の成績を認められて、全棋戦の出場を解禁される。2008年、第12期女流棋聖戦本戦入り、関西棋院新人賞を獲得。関西棋院第1位決定戦で、 横田茂明球団を下しベスト8入りを果たす。2009年、女流本因坊戦本戦初出場、挑戦者決定戦に進出などの活躍をしている。2010年9月23日、囲碁会とは無縁の男性と結婚。結婚後も騎士名は変更しない旨を書いている。2011年1月に結婚式を挙行。2011年8月11日、 第30期女流本因坊戦挑戦者決定戦に進出。2012年、第16期女流規制戦挑戦者決定戦進出。2013年、第17期女流規制戦挑戦者決定戦進出。2014年、3年連続女流名人戦リーグ入り。11月、長男を出産し、1ヶ月半後に復帰した。2019年4月、結婚後も、 旧姓のまま活動していたが、騎士としての登録名を本名の辰巳茜に改名。ありがとうございます。